昭和30年代、大きな瞳で元気いっぱいのチャーミングなイラストが女の子たちを虜にし、可愛いという今に至る全く新しい概念を吹き込んだ人物がいました。さらにルネパンダをはじめとする動物やフルーツをモチーフにしたシールなど、ファンシーグッズのルーツとなるものを作り出したのです。その人物とは、今につながる日本の少女文化を牽引した不正室のマルチアーティスト、内藤ルネ。これから彼の多彩な魅力をご紹介しましょう。内藤ルネは19歳の時、憧れだった日本の少女文化の開祖中原淳一にその才能を見出されて上京。1954年のジュニアソレイユ創刊と同時に主要メンバーとなり、やがて表紙を担当する看板スターになりました。半世紀前、すでに茶髪や金髪、長いまつげにパッチリと大きな瞳のチャーミングで新鮮な女の子を創出。瞬く間に当時の女の子たちを虜にしました。大胆なデフォルメとビビッドな色彩で描かれたルネスタイルは、今も新鮮な魅力を放ち、各方面に影響を与え続けています。表紙を担当する以前、ルネはジュニアソレイユの目次を手掛け、二色刷りながら単なるイラストの域にとどまらない斬新なレイアウトを展開。凝ったレタリングや実写の組み合わせなど、今なおモダンアートです。また1955年からジュニアソレイユ内でファッションの提案を開始しました。それが好評を博し、翌年フェアリーメモと題したファッションや映画などを取り上げたコラムを受け持ち、この連載からたくさんのおしゃれ情報が発信されました。ポップで新鮮なセンスが思う存分に発揮され、その独自の世界観はジュニアソレイユの中でもひときわ目を引くものとなり、メディアも注目しました。そんなルネの描く女の子の夢の世界を前面に押し出したのが、初の単行本「こんにちはマドモアゼル」と、59年から全4冊売り出されたジュニアの日記です。夢いっぱいの少女たちに送った斬新で可愛いアイディアの美しい日記帳は、発売されるや否や瞬く間に売り切れとなる大人気商品になりました。当時5、6紙あった少女雑誌の付録にルネの絵が載るだけで売れ行きは伸びました。付録の予告ページには、わざわざ内藤ルネ先生のという文字が大きく入ることが多く、ルネの名が少女付録の世界で特別なブランド名になっていたことがうかがえます。この頃のルネはビビッドな色をよく使い、それは雑誌が新しく付録に採用し始めた光沢のある紙質やビニール素材に映えて、付録の魅力を一層高めています。少女雑誌のブームが一段落した1960年代から、内藤ルネは活動の場を女性誌に移していきました。そこでインテリアやファッションの提案など、バラエティに富んだルネワールドを展開。多彩な才能を余すことなく発揮したのです。ルネが提案した白い家具は、当時の流行に敏感な女性たちに支持され、特にこの白い医療戸棚は商品として広く売り出され、流行のアイテムとなりました。もともとは投げ捨てられていたのをルネが拾って、白くきれいにペンキを塗り直したものです。古さを感じさせないシンプルなデザインに白を加えることによって、中に置いたものを輝かせ、自分だけの世界を繰り広げる夢のショーケースへと進化させました。軽やかな家具の唇を切ったのです。また女の子のためのダイニング用品や小物を次々に発表しました。
ルネは日常生活を楽しく感じてもらえることを願いながら、可愛らしくグッドデザインのアイテムを作りました。ルネの手にかかれば、日常にありふれたものもユーモアあふれるポップで可愛いものへと生まれ変わりました。陶器やガラス器にこだわったのは、壊れる可能性のあることがその美しさを絶対的にしていると感じ取っていたからです。ルネが描くモダンで可愛い女の子のファッションは、今も多くの女性たちに支持され、イラストレーターや漫画家に多大な影響を与えています。これは当時のジュニアスター松島智子をイメージしたオーバーコート。ざっくりニットのマント型コートに大きなボタンがとっても可愛いデザイン。雑誌女学生の友の目次に描かれたものを再現したベロアのドレス、レース使いがとってもキュート。ルネの手にかかれば、赤ずきんちゃんもロマンティックなファッションに。展示会用にデザインしたドレスは、花束をイメージした可愛い A ラインのドレスに生まれ変わりました。1960年代から80年代にかけて、内藤ルネはグッズデザイナーとしても活躍しました。夢のようで、ポップで、ファニーで、コミカルで、そして今でも可愛い多彩なグッズの数々をご紹介しましょう。グッズデザイナーとして展開し始めるきっかけとなったビリケン。この陶器の最初のラブの神様ビリケン人形は、幸せを呼ぶ恋のアクセサリーとして爆発的にヒットしました。果物が一つの可愛いモチーフであると考えていたルネは、様々なグッズを生み出しました。少女の暮らしのためにデザインされた、当時は誰も考えつきもしなかった果物をモチーフに商品をデザインしました。その後も果物や野菜の図柄が次々と誕生し、ヒット商品となりました。そして1970年代に一世を風靡したのが、果物や野菜、動物をデザインしたシールです。窓ガラスや冷蔵庫、勉強机など、いろいろなものに貼られました。今でも街の雑貨屋や喫茶店の窓で見かけることがあるほどの人気商品です。この多彩なキャラクターを作り出したシールシリーズから、ルネのデザイン思考の全体像を見ることができます。パンダという動物がどんなものか全くわからないので、1971年、ルネはロンドンの動物園まで見に行き、独自のパンダキャラクターをデザインしました。ルネの代表作、ルネパンダです。日本に本物のパンダが来て大ブームになる1年前のことでした。様々な表情で可愛らしく擬人化されたルネパンダは、本人も何枚描いたかわからないというほど図面のパターンが多いキャラクターであり、耳の形や頬の色など細部にわたりこだわってデザインしました。ルネ自身もアニマルキャラクターの中でひとしおの愛着がありました。アリューが多く作られるルネ製品の中でも、特にパンダはそっくりさんが多く出ました。他にも様々な動物たちをルネ流に可愛らしく、あるいはコミカルにデザインしたアニマルシリーズを展開しました。シャルマントリオシリーズは超ロングセラーのキャラクターです。バッキンガムの近衛兵さんやフランスの水兵さんは、ロンドンやパリでコピー品が出回りました。ルネの描く可愛らしさは世界に共通するものであると言えるでしょう。ルネがデザインすれば、少年や少女、伝説やおとぎ話の住人まで可愛らしいキャラクターに変化しました。特徴は太い輪郭線やルビットな配色、簡略化と誇張を自在にする独自の美意識にあります。これらの作品を見れば、ワンパターンにとどまることなく、目や口、顔の輪郭、髪などの表現や色使いは様々で、8頭身から2頭身まであり、
多彩な表現力と柔軟性を持っていたことがわかります。内藤ルネはこれまで紹介した仕事とは対照的に見えるもう一つの世界観を持っていました。ここでルネの幻想的で耽美な世界、叙情的な女性像や晩年の作品をご紹介しましょう。恋する女の子たちは恋に喜び苦しむ人たちを幻想の世界へ招待するために作られた手のひらサイズのミニブック。恋愛にまつわる13編の不思議な短文が絵とともに掲載されています。幻想感の恋人たちはロマンティックで耽美な作品です。叶わぬ恋心を花火とともに打ち上げた少年花火師をはじめとした22編の物語が収録されています。ルネは失恋した男女のハートを人間界で集める魔女と汚れのない少年との禁断の恋の物語を書きました。この作品は魔女が少年をお供に出かけていく場面を描いた油彩画です。イラストレーターやデザイナーの仕事で見せた明るい印象とは対照的に内面にある幻想性が絵画制作を通じて表出しています。アンリ・ルソーに影響を受けたルネのナイーブな幻想世界がここにあります。日本初の同性愛者雑誌バラ族の表紙も担当しました。ルネは自分好みの青年を描き、その青年像はセクシーでかつ明るく健康的であることを心がけていたといいます。1980年代ルネは叙情的な女性を描きました。彼女たちは憂いを帯びたような静かな瞳をしています。これは昭和の時代が終わろうとする頃、目まぐるしく移り変わる現代社会が置き去りにしてきた大切なものを取り戻したいと思う心から生まれた作品です。当時ルネは小さく描いた原画をコピーで大きく引き伸ばし彩色してまたコピーし書き加えるといった独自の手法を用いました。自身のイメージの具現化を重視したその表現方法は作品をゴージャスでロマンティックなものへと昇華させています。昔の大女優メイ・ウエストに黒柳徹子が扮した舞台のパンフレットの絵にも多用されています。いつの時代にも愛を込めて夢や希望を与えることを夢見てきた内藤ルネ、優しさ可愛さの奥に隠された鋭く鮮烈な彼の表現は永遠に語り継がれることでしょう。ここは原宿にあったルネショップ。内藤ルネの世界がファッションやグッズとなって展開しています。2フロアに分かれているこのショップ、1階のフロアでは主にルネがデザインしたキャラクターのグッズやステーショナリーを販売、2階にはルネが描いた少女をイメージした服がラインナップ。彼がデザインしたキャラクターの T シャツはもちろん、小物やバッグなどルネの世界がファッションとなって展開しています。さらにギャラリースペースでは彼の生み出した愛らしいキャラクターのアーカイブがディスプレイ。可愛いの原型を生み出した内藤ルネの世界がファッションやグッズとなってよみがえり、今も新鮮な驚きを与えてくれます。